はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はガンダムモッドステラリスですね、続きをプレイしていきたいと思うんですが、もうかなり財政的に厳しくなってきているので、東国タクノル公国との戦争に、備えつつですね、もう抜本的にエネルギー改革をしていかないと成り立たないということで、金をねかき集めていこうと思います。で、そのためにこのベザリアン発電所を作っていきたいんですけど、そのためのベザリアン石が必要になるわけなんですね。で、何が言いたいかというと、よりお金を生み出す施設を作るために必要となるベザリアン石を獲得しましょうということで、今地球連邦の中で、それらのベザリアン石が取れるのがここで唯一取れるんですね。なのでこのベザリアン石を確保するためにここに入植していきたいと思います。どうしようかな、コロニー船作るにも金がないので、まずは金をね、かき集めるっていうのと石もかき集めるっていうところが必要になるんですけど、やれることがないからな。ちょっと時間を進めちゃいましょうとか言ってると、統合クタクノル航空が進行していくんだよな。金と石とを、すごく抜本的にテコ入れできるのはハンタクとかとなんかないかな。通信が入ったっていうことで、なんだなんだ、ご機嫌いかかか、リブレスガーバダン、私はデルクの娘エキル、知らないやつだ、何かお役に立てることありませんかということ。そうだな、資金援助してあげたいけどな、資金援助する金がないからな。芸術家集団ということなんですけど、パトロンになりたいと言ってもな、いや金がなさすぎて無理だ、金がなさすぎて無理、ごめんね。今はとにかく金が必要なんだ。ハンタクさんと交信して、なんか金を得たいんだけどな。Here we can declare war, form alliances, and implement trade deals with our neighbors, amongst other things. 建設完了したで。いやー、金がさなさすぎる。どうすればいいんだ。今これで他国と戦争なんてありえないからな。さてさてどうしようかな。まず東国タクノル公国との戦争回避は絶対だな。完了したで。いやー、不可侵条約結びたいな、結べないね。
とりあえず、建設船は1個もう破棄しよう。で、あとはそうだな、セクター管理、セクターで金をちょっと巻き上げよう。どうする？セクター、まずリーダーも任命してないじゃないか。雇用する金がない。金がないよ。困ったな、どうする。とりあえずさ、譲ってもらいたい、いくらか。鉱物資源とかむちゃくちゃ持ってるじゃん。輸送的なことができるはずなんで、なんとか輸送したいな。影響力100がたまれば鉱石と金を徴収できるな。何としても徴収したい。今影響力83なんで、これが100になるまでちょっとあがかなきゃいけないんですけど、金もなければ鉄もないし食料もないっていう、何も、もう三重苦ですね、三重苦。この状況なんとか打開したいな。何がそんなに食ってんだ。宇宙船の維持費か。宇宙船の維持費に金がむっちゃくちゃかかってんだな。ここも艦隊の維持費ですね。あとステーションの維持費、建造物の維持費。第二艦隊をそしたら一度帰還させよう。今となってはもうしょうがないからね、ここは。財布を増強しすぎたのかもしれないですね。財布増強したことによって金がなくなったっていう。まあ領土的にはね、かなり大きい方の部類になってきてますからね。とにかくエザリアン鉱石を手に入れたいんで、100影響力がたまったら鉱石を徴収して、その鉱石を、まあ、金で売ってコロニー船を作って入植しましょう。でエザリアン石さえ手に入れば、より、産出量の多い施設へと建て替えができるんで、それで財政を立て直す。そのためには徴収するために影響力100になるまで我慢だな。
いや、まさかここまで一気に追い込まれるとは思わなかったですね。ベザリアン石の確保、獲得をもうちょっとね、早い段階でしっかり考えておけばよかったですね。こうなってみるとここまで追い込まれてようやく重い腰を上げてベザリアン石を探し始めてももう手遅れだよね。さあ、これで食料もなくなって3つの中心資源の全てが枯渇だね。なんとか100にすっと到達してほしいけど、よし、これで徴収できるね。まずは植民地から徴収だ。で、早速売っ払いましょう。どこと売るかというと、売れるんだっけ、そもそも。となると、ハンタクさんだな。ハンタクさん。ハンタクさんと、貿易協定で、鉱物を一括で送るんで、代わりにエネルギー通貨を送れ。よし、これでなんとかなるね。この間に、コロニー船を作りましょう。いや、もう本当に時間との勝負だな、ここは。スペースポートタブ is where we view orbiting fleets and build new civilian ships.食料もきついけど、どうする、なんか他に打つ手ないか。ちょっと地表確認しましょう。アップグレードできることないからな。もう研究完了したか。Technology screen is where we will be directing our research efforts. Technologies are categorized into three different fields, with each field typically having three available research options. 科学的幸福、幸福は科学で買える時代なんだな。幸福度がなさすぎて生産度が下がってるな。いや、もう負の循環ですねこれ。とりあえずまとまった金が必要だな。いや、まとまった食料が必要だな。
食料を買う。これで幸福度は改善してくれるはずだ。ほっとけば。ベザリアン石取りたいよ。このアルファセンター大陸惑星でベザリアン石取れるじゃないか。これ取れてるのか。取れてないよね。数字が出てないから。これベザリアン石取りたいな。とりあえずベザリアンの発電所を作ろう。それが最優先だ。これで金が多少回復するだろう。とにかく今は金が必要。ベザリアン石が欲しい。もうどんどんテコ入れしていかないとね。何もかもが不足してるんで。食料はなんとかプラスに持ってきて、あとは鉱物資源もプラスに変えたいよね。そのあたりテコ入れだな。研究完了したで。バリア対空砲が終わったんで、じゃあ次に進みましょう。植民地の開発速度か採掘ドローンレーザー。敵を撃つことができるって言ってるけど、シールドも欲しいな。あとは常温の核融合炉。いやー、どれも欲しい。シールドかな。でも一番いいのは、でもまずは植民地の回復。いやでもこれやる頃にはもう終わってそうだからな。そうなるとシールドだな。シールドにしましょう。それはさて多い手だ。ベザリアン石が欲しいわ。欲しすぎる。このアップグレードの指示入ってるね、全部ね。 OK、 これが完成すれば幾分何かと物になりそうな気はしますね。
太陽光発電か。サイド2もパンパンだよね。サイド4、サイド4はそもそも拡張したいぐらいだよね。サイド7も全然だしな。いやー困ったな。鉄と金、まあ、まずはベザリアン石の確保量を増やしていかないと話にならないので、まあ、そこからですかね。金が取れるところを押さえておきたいけれど、どっか金取れるところあるかな。ほかここか。前線基地作るのに影響力がさっきドカッと使っちゃいましたからね。ベザリアン石今いくつ持ってるかっていうのはどこで確認するんだろう。ちょっと確認したいよね、ベザリアン石の数がどんくらいあるのかは。この辺りには表示されてないから今のベザリアン石の数がわからないね、厳密な。まあ、とにかくベザリアン石は欲しいんで、他ベザリアン石が取れる場所を探しておきますか、今のうちに。辺境の地でもいい、とにかく今ベザリアン石が欲しい。まあ、貴重資源であることは間違いないので、それの取り合い奪い合いがこの後ね勃発する可能性は大いにありますからね。お、ここもベザリアン石取れるじゃん。除去しようよ、除去。スコーロームなんとかここに植民してほしいな。あ、違う、スコーロームにも、コロニー船を派遣すればいいかな。じゃ あ, あ造船所で、違う違う、宇宙港だ、宇宙港、宇宙港に行って、そこで作っちゃいましょう。建設完了したで、コロニー船もう一個あるうちに。
じゃあ早速コロニー船を派遣しよう。どこかというと、ここだよね。ここでベザリアン鉱石をゲットしてもらおう。でもう一個入植してしっかり、ベザリアン鉱石の数を稼いで、効率よく資源を確保していくっていうね、三段をつけていきましょう。それがどこだったかっていうのちょっと忘れないうちにもう一回確認しよう。すぐ名前忘れちゃうからね。ここスコーロー、ここにベザリアン鉱石取れますね。いやー本当に困ったな。貴重資源のベザリアン石をかき集める作業がこれから始まりますね。さてどうする？ちょっとさ、第2艦隊もそうなんだけど、第1艦隊も含めて戦闘力が落ちてるからな。でまた資源不足になりますよね、この感じだと。まあ、このステラリスに関して言うと、軍備を増強すればした分だけ、金の維持費がかかるっていうのが結構シビアに、財政を圧迫してくるんで、軍事力と経済のバランス感覚がすごく重要で、今の僕みたいな状況になってると、もうちょっと手が出せなくなっちゃうんですよね。なんでちょっとそうならないようにだけは気をつけていかないといけないんですが、困った時のハンタクさんで、ハンタクには更新で、食料を毎月7あげるよ、代わりに鉱物資源ちょうだいって言ってもダメなんだよね。コロニー船による入植を行ってベザリアン石を手に入れたら、ベザリアン石を使った大規模な再開発をしていきましょう。で惑星管理局、ここが惑星首都に入っているので、まあ、多少なりとも
得られる内容があるのかなというところかな。いや、金がまた不足するな、これは。まあ、とにかく貴重鉱石のベザリアン石、これの確保ですね。マイナス103の資源、まあ、通貨かお金がどんどん減っていくっていうのはちょっと絶望的な状態だよね。何か考えないと。ベザリアン石だな。1にも2にもベザリアン石を確保して財政の立て直し、これにつきますね。よし、ちょっとでも金がある、この最後の段階を使ってスコールームに入植しよう。入植できる惑星はどこかというと、マイニングステーションズ are used to extract the minerals and strip。入植できるのがどこかちょっとわからない。探しましょう。ここだ。よし、これで入植は完了したので、まあ完了したというか指示は完了したので、あとは入植完了を待ちましょう。というわけでもうちょっと財政がかなり逼迫ピンチの状態で、抜き差しならない状況ではあるんですが、まあ、とりあえず鉱石に関しては、なんとかプラマイゼロに持っていけそうかなというところと、
お金、通貨に関してはベザリアン石、これを確保して、金を大量に生み出す施設を、まあ、いくつか作っていって財政を立て直していきたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。